皆様こんにちは。ペルーからボリビア入国、ウユニ塩湖へのボリビア玄関口シュトラパスにやってきました。標高は3640メートルにも及ぶ世界最高所にあるラパス。まだまだ高山病が尾を引いています。ホテルで一休みしてラパスの街を探索に行ってきます。街中はとにかく坂が多く息切れがして、長時間の散歩はちょっと無理です。あまり食欲もありませんが、軽くランチを食べに行きます。ラパスの中心地にあるムリーリョ広場にやってきました。広場に立つ像はボリビア独立戦争で活躍してこの場所で処刑されたペドロ・ドミンゴ・ムリーリョ。広場の名前の由来にもなっています。大聖堂や政治を担う国会議事堂などが集まる街の中心地です。鳩が多いことから鳩広場とも呼ばれているそうです。それにしてもおびただしい数の鳩です。ラパスはスペイン語で平和の意味ですが、まさに平和を象徴する鳩がたくさんいますね。歩き疲れてまったり休むにはとても良い憩いの場所という感じです。そして餌をばらまき鳩を集めてしまう鳩おじさん。鳩も手や肩、頭に乗ってきます。ツアーガイドのケンちゃんは近くの観光地をリサーチしてくれています。通称魔女通り、魔女市場。ラパスの一部の地域では今でも昔から続く民族儀式が行われています。ここではその儀式で使う道具やアイテムが売られています。呪術で使う道具として山の赤ちゃんのミイラやカエルのミイラなど、怪しげなアイテムが売られていることから魔女通りと呼ばれるようになりました。コロナ時代にリナレス通り周辺のお店は全て閉鎖されてしまい、寂しい路地になってしまいました。ボリビアを代表するアルパカニット企業がパラソルアートでかつてのにぎわいを取り戻そうと声を上げ、最初はたった16本だったパラソルも今では80本に。これからもパラソルは通りを埋めていくことでしょう。ラパスと隣町のエルアルトを結ぶロープウェイに乗って空中散歩に行ってきます。2014年に開通した移動手段として地元の人の足として愛用されています。料金は乗車駅数に関係なく、各路線1回の乗車につき3ボリビアーノ。切符は販売機もしくは窓口で購入できます。全部で11路線色で分かれています。行きたい路線が分かっていれば往復でも購入可能。改めてチケットを購入しておいた方がスムーズに乗り換えができます。各ゴンドラ6名まで乗車できます。車内へ持ち込める荷物には制限があり、椅子の下に収めることができない大きさの荷物は持ち込めません。スーツケースなど大きな荷物を持った旅の移動手段としては利用できないので注意が必要です。最近では観光として利用する観光客も増えてきています。市街地から出発、ビルや住居をすり抜け上へと登っていきます。黄色に乗り継ぎます。駅の外観もロープウェイのゴンドラも
色で分かれているので乗り継ぎも分かりやすいです。青ラインから黄色ラインの終点の標高差は500メートルもあります。標高が上がれば上がるほど地価価値が下がって治安が悪くなると言われています。ラパスの市街地から隣街のエルアルトへ。これから乗る黄色と赤色は景色も良く、人気の観光ラインです。時間があれば11路線全部乗って空中散歩したいですね。ラパスのすり鉢状の街並み、赤茶けた屋根と高層ビル群全部見渡せます。街のシンボル、雪をかぶったイリマニ山、標高6088メートルの山も綺麗に見えます。そして、イリマニ山の左にも雪をかぶったムルラタ山、標高5868メートルの山も見えます。標高が高いので大都市とはいえ、低地に比べて空気が澄んでいて、景色もとても綺麗です。夜景も美しいこと間違いなしです。地元の人たちの交通手段として作られたロープウェイですが、歩かずして上空から観光できるのは嬉しい限りです。途中セントラル駅で降りて駅の周りをぶらぶら散歩。昔の車両をレストランやカフェに使っていたりとか、とても雰囲気があるセントラル駅。外観も立派です。青ラインから始まり、黄色、シルバー、赤、オレンジ、白、青と7ラインを制覇。夜21時発の夜行バスでウユニ塩湖へ移動します。ラパスには一泊しましたが、丸2日あったので、十分にラパス観光できました。少し高山病があったため、あまり歩くことができませんでしたが、ロープウェイでの観光はラパスの一番の見どころでした。旅にトラブルはつきものですが、夜行バスが故障して3時間ラパスの郊外で止まってしまいました。車中でぐっすり寝ることもできず、結局10時間のバス旅は13時間もかかってしまいました。疲れてはいましたが、生涯に一度は見たい絶景が目の前に見えてくると疲れも吹き飛びます。今日はここまで。次回はいよいよウユニ塩湖です。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。